ええまずあですノーカットの編集でお送りしています。え今の時間は三時半ですね。え今日は日曜日で、え普段はお仕事の前に短く二三分でお送りしていますけど、今日はえ二千二十三年の七月三十日ですね。え七月三十一日までありますね。え主にニュースインタクくらいな情勢を振り返っています。え昨日はえ。 いいいいえー、昨日はだいぶ動画見ていい,いい。プットインしますので、えー、プットアウト。えー、レジュメ、メモをしないで、えー、お送りしていきたいと思います。えー、久しぶりに、えー、渡辺元陸将ですね。東部方面の、うん、総監で、えー、陸将ですね。いろいろと、まあ、ツイッターとか、いろいろ各メディアに、まあ、投稿しているということで。えー、その。うん えー、今回の、まあ、反転攻勢が少し胸、えー、が解放されましたですね、えー、まだまだあそのウクライナ情勢、えーえー、フ,フェーズ2に入ったということでフェーズ1ですねいろいろとその、まあ、常熱かさチャンネルニュースのトラガーで、えー、拝聴させていただきました。 えー、その,、まあ、その渡辺元陸将のもうプロですね、えー、だいぶ、うん、あの卓上卓上というかな私も分かりませんけどその、えー、台の上でする戦略では負けなしということで、えー、まあ知性、えーまあ、頭脳のですねそういう戦略陸将ですので、えーまあ、ロシアはスパートマン方面で 攻勢、えー、をかけていましたけど、うん、昨日の、まあ「新防衛研究チャンネル」は押されていますね。そういうことで、えー、渡辺元陸将はその4つの軸ですね、えーまあ、北の方からはあパクムト軸とそして、えー、ドネツクとヘルサ、えーえー、ジザポレー州の一番そのう社,社,社会ですね、えー、これが。 ちょっと難しい字読み切れないですねプレ、えーと。それがベルシャンジシャクとマ,マリポリかな、えー、メ,ルメルポトリかな、えー、なかなか、えー、地名がですね。それと下の軸があ何軸かな、えー オリフーップ軸かな後から <laughs>、えー、メモもしてなかなかインプットできませんね。その勉強法ではそれをまた書くというのですのでなかなか地名が覚えられないそういう、まあ、訓練でしてます。そして、えー、下の4軸ですね、えー、ザポリュー・ヘルソン軸ですね。まあ、北のバックムットそしてザポロ州の、えー、2軸と。 ヘルソン塾ですね。シンボーイ軍事でもヘルソン塾の方は、まあ共通方が二つ両方があってオレ式ですかね。その面のロシアのそのまあ主力のところオレ式を攻略したら、まあ、えー、戦車とかなんかできるじゃないかということですね。特、え、馬、ー、の方はなかなか厳しいということで、その特馬クロの横の ベルサンジャックに向ける軸がということですね、えー、何軸だか、後から <laughs> チェックしますけどまあそういうことで、えー、この渡辺元陸首のユニは、ロシアはその逆襲してますね、えー、逆に、えー、そのウクライナ軍は最初、えー、気,候気候下母体で、えー、一気に攻めようとしていましたけど、えー、この件についてはなんかドイツのまあその 見た証拠がその分析をしてビルド氏かねドイツの大衆心にしてビルド氏にちょっと分析してますね初、えー、家連合はなかなか難しいですね縁主側の訓練一気にしましたけどフェーズでそういう正体に分けてそれから歩兵によって地雷を まあ機械でも両方ですね時代を戦略変えましたですね、えー、突破してまたまたフェーズ2になったらまた一気に、えー、まあ主力構成がそのザポロ州の中央の二軸ですね、えー、北が幕末ですのでザポロ州の主軸の えー、ドネツク州との境かな、徳幕の方、徳幕はちょっと厳しいということで、えー、一気に、徳、え、幕、ー、の方はボネ、ボネティですね、ボネティ、まあ、まあ、メインとサブが悪かれませんけど、まあ、ヘルソン州もめ、えー、一気にしたら一気に流れますね、えー、そういうことで、えーえー、昨日、あ常年つかさ チャンネルニュースのトラガル発え防衛研究さんこ、近藤さん、ちょっと体調回復したのかああ、その前はちょっと短く、えー、各選挙図はなりましたね昨日はしっかりと選挙図を知ましたですね、それと、おまあいろいろととっさん TV さん、またネット大衆ブルーカーさん、それと、えー、いつも BS、えー、富士プライムニュースですね、昨日は、えー、元これは東部方面の陸将ですね、磯部さん、また、 えー、元会長のこれは佐々木さんかな覚えてないですねそして、えー、元自衛隊出身なんかどこのかなその、えー、下小原さんかな顔を読んでそういう、まあ、司会者が読める編集の委員長ですけ、ね、名前どきませんあツッコミが結構。 えー、まあいろいろとおコメンティーってなれますようなそういうツッコミでそういう、えー、排除させていきましたけどはい、えー、こんな感じで6分足りましたけど、えー、なかなかそのもうおまあそのえー、磯部えー、磯部陸将が磯部さんかな。えー、太陽センス えそのまあ、戦争、まあ、その南北いろいろと戦争は根の種類にあって古代からいろいろと戦争がありますけど、えー、これはフランス、ドイツ、えー、イギリスでか100年戦争とか30年戦争といろいろありますけど、えー、太平洋戦争第二次世界戦でも4年,4年もう1年半過ぎましたですねその戦争の長さで、まあ、終結、まあ、どうなるかあープーチンが始めた戦争ですねプーチンがやめて引き上げたら終わりますね。えー そのクリミア半島を含めて、えー、ゼネスキ大統領は、えー、もう、うん、完全にクリミア半島包囲をもう視野に入れてますね。えー、なかなかアゾフ海に出て、えー、のドネツクとそのクリミアの,そのデクロを遮断して、えー、アゾフカに出て、えー、国会もお国会の艦隊ですね穀物合意を停止して、えー ロシアはいろいろとその穀物をもう人質にとってますね、えー。アフリカにはただやると言ってまあそういう、えー、駆け引きですね、えー、そういうまた、えー、北朝鮮、えー、シェーグ国防省が北朝鮮に行って直々に、えー、まあ取り付けもともとワグナを通してかな兵器ですね。 まあ、ち中国も経済、えーえーえー、制裁は聞いてますけどいろいろと半導体とてモ,モルブやかなモル,モルジアかなそういう,うロシアはランセットですかね、えー、自爆ドローンもそういう抜け穴がありますねまだまだ枯渇してますけど完全には、えー、あア,ウトしてアウトしてないですねでもだいぶ、えー、そのうん ローテーションが引かないということで、そのえー、ザポリュージ州ですかね、解任され、ですね、ポポロ陸将官、司令官が、うん、指揮官が解消しましたですね、えー。第一防衛戦よりもゼロラインですね、えー、ロシアはその渡辺ももっと証明したけど、それはあまり良くない戦い方ということで、逆に、えー、ウクライナ軍もまあ引き寄せて戦くということで、えー 一時防衛戦より前に出て、えー、ゼロ内に出て引っ掛けということで、まあ、あどう話がまたウクライナの戦況、えー、を観察したドイツのあれもなかなかそのこれは難しいみたいですね西側の戦略、諸兵化連合作戦ですね、えーまあ、難しいということで、まあ、中の連帯 中クラスの指揮官がなかなか、えー、教育されてないだろうとかまたあ後ろから砲兵が落ちますけど、えー、もうお列車と敵と,との間がお肉弾してますね 100m 何 0m の、うん、間ですので、えーまあ、あ突発したウクライナの時には。 自分の砲弾が落ちてきますねそういうことで、えー、なかなか初夏連合作戦が難しいということは、まあ、昨日ビルドシックね、えー、後半、えー、に富士、えー、プライムニュースで、えー、排除させていきましたけど、えー、2024年、まあ、その前のクリミア併合ですねその後ドンバスの戦争二3日前スケートラ難しいですね。村が えー、解放されましたこれはあドネツク人民共和国、まあ、自称ドネツクが、えー、占領したということで、まあ、これジョーネさんのこれですねこの、はいえー、私もマネをしていましたけど、えー、その解放したということで、えー、ジェネスク大統領がビ動画でアップしてますね村で解放してますね。ま、えー、まだまだ第一歩、えー まあまあいろいろまた自治体権が、えー、これはなんかスロベキンが時の引いた来日が防衛というかスロベキン防衛と呼ばれてるみたいですね、はい、このしますけどまだまだロ、えー、シアはその。 巡航ミサイルといろいろとオデッサ穀物を倉庫をほとんど、まあ、狙い撃ちしてますねまた、あ、ドネイプロのまた民間の、まあ、テロです、まあ、そういうプーチンは本当に、まあ、ウクライナもまたーモスクワにドローンでまたその後方のですね 弾薬、また集結地を叩いてますね、えー、どうしても航空戦力空爆新防衛研究チャンネルさんで、えー、きくあ詳しく報告してますけど、えー、空爆はロシアが断然に多いですね、えー、F16 そして、えー、戦闘機、えー、この昨日のの富士プジ 富士プライムニュースでも、えー、EU じゃなくてロシアがその、えー、きちんとおープーチンにこの戦争を勝たせないということで、えー、勝ったらもう、えー、ダメですね EU が勝たせないということでロ、まあ、シアの核の脅,脅しじゃなくて勝たせないということで、えー、継続う、まあえー、ゼレンスキー支援の疲れとかあもう長期プラう 予想でプログラム立ててますね。えー、頑張ってほしいですね。本当に、えー、ストームス・シャドウ、エイタクムス、うまあ、アメリカ、まあ、あまあ、その専門家でプラン、えーえー、もしトランプ大統領があトランプ前大統領がまた再選したら、えー アメリカは低ない方予想ですけど、えー、それはもうありえないと私は思うそれは絶対ダメですね。えー、このロシ,ロシアにこのお負けさせますね。そういうことで、えーにまあ、指揮者の方からあ日露戦争のおおコムの講和強く言われて えー、日比谷の焼き打ちですね、多くまあ、その日本は、えー、多くの犠牲を払ったけど、えー、なかなか講和条約、これは下関講和条約かね、そういうことで、えー、国内の不満が爆発して日比谷の公園の焼き打ちとかそういう、そういうのが発生することで、えー、今回も、まあ、ゼレンスキー大統領がああロシアと停戦したそう,そういう,う歴史。 なるんじゃないかということが昨日のまあそういう専門家からののまあコメントがありましたですね。はいなかなか昨日の拝聴してなかなか理解できるまで来てその自分なりに紹介できてないですね。なかなかまあ。 専門家じゃ、まあ、これから少しこういう学びですね、学びじゃないけど、うん、ニュースよくトークしています、いろいろ,、えー、うろ覚えとかそういうのがありますけど、えーはいえー、では、えー、メモしたのをきちんと、まあ、これをまたその前に手作業で書いてから見直してからの発表ですね、もう完全に、えーもううん、チャレンジしてますけど。 はい、では、えー、昨日見たああメモをきちんと、えーえー、インプットしたのをイン,イ,ンインプットしたのイン,インアウトしたけど、えーまあ、半分以上ちょっとおぼろげではっきりしてませんねはい、えー、なかなか訓練ですけど <laughs> 昨日の、まあえー、きちんとメモしたのをまたあ再確認ですね最初に、えー、常年司さん常年司さんチャンネルのニュースのトラガマでは えー、渡辺元陸将がウクライナ南部戦線、えー、で海進撃を徹底解説、えー、ロシア軍のお犯した停滞失策ウ、えー、クライナ軍のおつ次の一手はあクリミア包囲か、はいえー、これは特幕軸これがメリットポリホル方面ですね、えー、ベルカのほボシルカ軸ですね読みにくいですねベルカのお これがこれは上ですね徳膜軸は下ですね先にちょっと書き方が悪いですね先にこれはバクムト軸ですねバクムト軸が次でそれ次にまあこれがベルサンチクのその徳膜と近いドネツクとドネツクと ベルシャザポリッシュの州境ですね、えー、ベルカの墓地、ルクズクですね、これがベルシャンシクとマリウポリですね、ここの村の方が、えー、解放されたというのが昨日、昨の何村ですかね、ちょっと出てこないですね、えーえー、村が解放されていますね、えー、これがベルシャンシクとマリウポリ、ここがあ渡辺元陸将では主塾じゃないかと見立てしてますね。はい それと特、えー、幕軸はちょっとおー、まあ、スロブキン,ライン防衛ラインじゃないけどメリトポリですかね、えー、まあ結構おお厳しいじゃないかということで、まあ、フェーズ2に入っていますけど、まあ、クラスターンとかいろいろですねゼロライン、えー、S200 とかありますけどはい、こういうことで、えーまあ、ヘルソン軸もおおこの まあ、防衛研究所の高橋杉さんも、えー、それも侮れない反転攻勢と言ってますね。はいえー、これが情熱かさチャンネルニュースの虎川で渡辺元陸将がウクライナ軍南部戦線会進撃を徹底解説 <music> ロシア軍のした停滞・失策。<music> えー ゼロラインはちょっといけない、えー、攻撃と言ってましたですね、も元陸将、は渡辺、はいウ、えー、クライナ軍の次の一手はクリミア包囲、えーまあ、北の方からはあバクムット軸ですね、そして次の軸が、えー、主軸になるんじゃないかと言ってた、ベルカノ星ルク軸ですね、これがベルシャン軸、マリウポリですね。

でえー、一気に頑張っていいい、きたいところですね。はいえー、それと新防衛研究チャンネルさんではウクライナ選挙、7月29日東部で、えー、このスバトバですねロシアの攻撃失敗ウ、えー、クライ軍に反撃されあわ、えー、れにも退却中退却中と書いてありますねこれはストバトマ方面ですね、えー、それと、えー、何度も、うんえーと えー、プットアウトした BS 富士プライムニュースですね南部主戦場が前止、えー、もしくは僕ーに穴ウクライナ最新状況磯部、えー、コラボ佐々木隆博太コラボ小原浩二かなコラボですねそれぞれの専門家ですね前半と後半に分かれています、えー、これが。 前半が、えー、モスクワニ空アナということで、えー、南部戦、えー、出船場が前死で後半が独自分析、えー、プーチン、えー、対ゼレンスキー戦術うー戦術がんとはというですね後半いろいろと専門家がモスクワドローンの攻撃から、えー、独自分析をしてますね、えー、ドイツのその、えー ド,ドイツの,この証拠をです、ね、分析したのがまだまだだウクライナ軍はまだまだこの力不足ということを言っていますね。t o s a t v さんではウクライナ南部で解放の戦果アフリカではリジュール軍事クーデーターにロシアの支援それとネット大衆ブルーカラあロシア南部にウクライナのミサイル サマラ石油施設でも爆発、えー、ロシア軍防衛戦空洞核ロシア軍部隊枯渇の可能性ロシア穀物合意復帰へアフリカの反発受けまあいろいろと核情報を考察してますね、はいえー、20分になりましたですいろいろと、まあ、前半の部分では、えー、見た動画を メモなしで、ノー原稿でフリートークして後半はメモしたのに防衛を見ましたけど最後にまとめですね、ウクライナ軍頑張ってほしいですね。第一防衛、ロシアはそのゼロラインということで第一防衛線の前に出てウクライナ軍の攻めてくる敵に戦いしていますね。それの戦い方は 主で守る方の戦いはよくないということをバタル元陸将言っていますね。えーこうん、ウクライナ軍は反転攻勢していますね。南部で逆に、えー、東部ではスバトマン方面ではウクナ、えー、ロシア軍が、えー、押,せ押しましたけど逆にまたウクライナ軍が、えー、押していますね。はい。えー、まあその、えー、このロシア軍の,、まあ、その連動 また質の低さですね。えー、ウクライナ軍頑張ってほしいですね。セレブツカをです、ね、セレベツカを超えて、まあ、ウクライナ軍の,その弱いところと言ってましたですね。えー、共同防衛隊と機械化部隊の,その間の隙間が突破されたんじゃないかということで、まあ、増援を送ってまた押し返してますね。ウクライナ軍頑張ってほしいですね。バックトでも、えー、ソルダ方面、また シルですね上と、えー、下の高台を抑えて、えー、射程に入れてバクムト市内を攻撃してほしいですね、えー、バ,クバクムットも奪還してほしいですね、はいろいろとマリンカーは包囲されて脱出したかということでまたアオ,アオデリーカーもまだ頑張ってますね、はいえー、これ南部 2000km 以上って。 長い戦線ですね。はいえー、この特に、えー、反転攻勢、5 0日経ちましたけど、えー、このバクムト軸、難しい、えー、南のですね、ザポロ州の主軸ですね、主軸、徳ク軸、幕塾まあ、ヘルソン軸、えーえー、なかなか次が読めない、メモがないと読めないですね。えー、とベル、カ星、 ですねはいえー、ウクライナ軍に、えー、頑張ってほしいですね、長くなりましたけど、えー、ウクリミア半島を含め、本当に、えー、この,この、えー、ソ連が崩壊したときのウクライナが独立したときの、えー、試験回復ですね。えーこの ルクハえー、ドネツク州、ルクハンシク州、えー、ザポリシュ、ヘルソン州、クリミア半島を含め、えー、ウクライナに、えー、解放ですね。このニースユンタ択、ウクライナにエコウクライナを応援しています、えー。ウクライナに平和、またウクライナの完全な主権の回復をウクライナからロシア軍の撤退をということで、えー、長くなりました。えーえーはい マタートのこの YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンとよろしくお願いします、えー、次回のニース4択でお会いいたしましょうマタートでした仕上げネパジャンズシャロムシャロムシャロム